今日から始まった靖国神社の秋の霊体祭に合わせて、江藤一億総活躍担当大臣が参拝しました。閣僚の参拝は2年半ぶりです。江藤大臣は午前8時半に靖国神社を訪れ、本殿で参拝しました。参拝後、江藤大臣は、国のために命を捧げた方々に異例のお参りをしたと語りました。 現職の閣僚が靖国神社に参拝するのは、一昨年し4月に当時の高市総務大臣が参拝して以来、およそ2年半ぶりです。また、安倍総理大臣は今年も参拝を見送り、正垣と呼ばれる備え物を奉納しました。